はいどうもひろしですなんかもう最近すごい真面目な話が多くなっちゃって本当に嫌なんですけれどもでもまあもうこれもちょっと言っとかなきゃいけないことだからまあ一応言うことにしておきます。 あのー、まあねちょっとさっき出した動画で検察庁法改正案に抗議しますっていうのでまあなんかこれでねなんかすごいみんな言ってるけどなんか他に言うことがあるんじゃないっていう話をしたんですけどもまあそれの続きになるんですけどもあのー、まあこれだからこれなんでこんな話題になってるかっていうとまあその芸能人の人とかが結構このハッシュタグがねいろいろ言ってるからっていうのがまああると思うんですが。 あ何、のー、だろうこれまあ政治に関してですね政治に関してなんかあのー、まあこの名前を出してね顔,顔を出して、えー、表に出てやってる人が言うっていうのが、まあ、珍しいってことで話題になってると思うんですけども、まあ、これ今回政治に関しての話ですけれども僕はねこういう議論っていうのはあの宗教に関してもねなされていくべきだと思うんですよ。もうあのー なんだろうやっぱり忖度をみんなするんででなんかまあ,あの宗教っていうとなんかそうみんな,なんか信じるも信じないもそれはその人の自由だからみたいな、まあ、それはそうかもしれないんだがでもその信じてるもの自体が悪だっていう場合だってあるわけでしょっていう話をしてるわけであって僕はもうこれでまあ1年半以上ねあの幸福の科学っていう宗教はもう社会に害悪をもたらす団体だっていうことをね、まあ、その実態を語ると,とともにその危険性を伝えてきたわけなんですけれどもあのまあ今ねちょっと仕事であの別のねとある新興宗教の,あの文献を 読んでるんですけれども、やっぱそれもやっぱ航空の格と一緒で、もう明らかに人権侵害とかね、あのま暴力行為とかをね、あの行っている団体であるわけであって、それが宗教っていう名前をあの使っているだけであって、実態は暴力団と変わらないわけですよ。暴力団と一緒ですよ。ま反社会的勢力ですよ。航空の格。 初めねこういうだからあの明らかに社会に害悪をもたらすねあの宗教っていうあの隠れ身のかぶったこういう、ね、人権無視団体っていうのをこれはやっぱもう放っておいた放っておいちゃいけないと思うんですよね。これはやっぱり規制をかけなきゃいけないわけだし、まあ、そこにかかる人たちをやっぱりその法律でなんか守んなきゃいけない、まあ、具,体具体的に言うんだったらあの、まあ、子供ですよね一番はそう子供たちがその勝手に入れられちゃうからそこの宗教に、ね、あの入ってたら生まれた瞬間からそこの信者にされちゃうからそれによってまあ多大な不利益を被る るわけですよそれはもうあの金銭的にもそうだしまあ、その精神的にもそうだし、まあ、人生にもあのー。 まままあああのの変えらられないぐらいぐ、まあ、十字架を背負わわせてしまうわけですよね、うん、だからこれはだから何とかしなきゃいけないっていこれはねあのちゃんとその法制度から見直してこれはやらないと思うこれはあの変えられるもう精神論だけじゃ変えられない話なんでもうあのそれたまたま自分がそうじゃなかった人とかはあの対岸の価値でねなんかあああの人はそういう家だったんだかわいそうだね自分はそうじゃなくてよかったって、まあ、思うだけかもしれないけどでもやっぱこういう人たちってあのまあ このちゃんと規制を作らない限りずっと無限に増え続けるわけなんでこれはどっかでねあの歯止めをかけないといけないと僕は本当に真剣に真面目に思うわけですよ。うん、だからなんだろうなあのこの宗教問題についてあの、まあ、今回あの僕はもうあの結構な本数動画出しましたけども幸福の科学がねあの、まあこまあ、コロナの時期にです コロナで自粛を無視したっていう話はこれはだからも,うもっとだからあの重大な問題だと思ってるんで本当に真面目な話これはもっとだからニュースとかでも取り上げなきゃいけない問題だと思ってるしあの政治家の方とか著名人の方とかがあのもっと声を大にしておかしいぞって言わなきゃいけない問題だと僕は思ってるんですようんだからなんだろうまあみんなね得体が知れない幸福の学ってえたいが知れないなんかオウムみたいな あの宗教だから怖いって思ってそれであの自分の仕事とかまあ家庭とかにまあ不利益がを被ったら嫌だからあのみんなその見て見ぬふりをまあしてるわけだと思うんですが、まあ、それはもうしょうがない部分はあるしょうがない部分はまあ,あるんだけれどもでもやっぱりそのなんだろうなうんもっと なんかおかしいことはおかしいっていう人がもっと増えてほしいなっていうのは僕はね、この今回の一連の騒動で思いました。あの、まあ一般人とかね、まあ今 YouTuber ぐらいのね、あの、まあ適,適当なあの、適当になんか言えるぐらいの人とかだったらまあまだしも、やっぱりちょっとね、この、まあ、政治関係の人とかがこれについて何も言わなかったっていうのは僕はちょっと、うん、いかがなものかなってやっぱ思いましたね。もう明らかに、ね、パチンコ屋とかよりよっぽどね、あの、立ち悪いんだからそっちを先に潰さなきゃダメ,だしダメでしょっていう。 話なんですけどやっぱもう誰もそれ言う人いなかったからこれには僕は、まあ、非常にだから何だろうなうんなんかそこは忖度すべきところじゃないっていうかまあなんかもっとちゃんと正義感を持ってなんかやってほしいなって思いましたね。 うんっていう感じでね。うん、だからまあ、その、さっきの動画の続きになっちゃうって話をしたんですけども、だからも、もっと、だから重大な問題があるのになんか、うん、もっとみんなそっちに目を向けて、ちゃんとそれを解決しなきゃいけない問題として取り組んでほしいなっていうのは僕は思いました。うん。だから、なんだろうな、やっぱりこうやって、その表に顔を出してる人間で、表に顔と名前出してる人間で、これを、あの声を台にしていあの言う人間ってのは、やっぱもう数少ないわけであって、うん。だから 今までだったら、まああのまあ、柴田さんとかね柴田さんはもう結構前から「幸福の科学あそこはおかしいぞ」みたいなことはもうあの僕が YouTube 始める前とかから言ってたからだから僕はその柴田さんが過去にそういう動画出してるってのを知っててそれでだから、うん、コラボしてくださった時にまあすごく純粋に嬉しかったし。うん あとはね,あのね春菜風花さんとかもあの清水史香の出家の時とかはあのおかしいぞっていうのはなんかあの言ってくれてましたしあの、まあ、全部、まあ、知ったのはあのまあそのあと。 何,何年か時間が経ってからだったんですけども、うん、まああとはあれですねもう今はもうほとんどいなくなってしまった偉い店長氏とかもねやっぱあの入ってはいけない宗教の中にやっぱ幸福の科学をねあのしっかり入れてくれてでそれがあの彼がねあの1年前に出した動画の中では入っていい宗教の方にね幸福の科学を入れてたんだけどもやっぱり研究した結果これは入ってはいけないっていうことをねせあのはっきりと言ってくれたりとかしたわけなんでそこはねあの彼はあの、まあ、僕との個人的ななんだろう あまあ,かあの友人関係とかそういうのとは関係なくまああの、まあ、宗教マニアとしてのねあのまあ,あのプロとしての目をあの、まあ、ウォッチャーの目としてあのこれはあかんということを思ったから彼はそれは言ったという、まあ、そういうところで忖度はする人じゃないんでのをちゃんと言ってくれたっていうのは僕はすごく嬉しかったんでうんまあ今回あのトゥルントゥルさんってねあの、まあ、あの僕初めて見た人でしたけどもあ,のあれはおかしいっていうのをちゃんと言ってくれただからこうやってやっぱり間違ってることは、まあ 間違って,るっていうことをねあのはっきり言ってくれる人っていうのが増えてほしいなっていうのは非常に強く思いましたね。うんまあ、しょうがないまあそれは忖度したのはしょうがないけれどもでもなんかなんだろうなうんやっぱりその宗教に関してはそこはアンタッチャブルみたいななんかこういう風潮っていうのはなくしていかなきゃいけないなって僕は思いますね。だからあの まあその芸能人の人とかがまあ政治的な発言とかを避けるのは仕事に影響がするからうんそれはよくわかるんだけどもやっぱそれもどうなのっていう話はそもそもあるし。政治的な発言を、まあ あの控えないようなったらじゃあ宗教に関する発言だってそれは控えないようにあのすべきだと僕は思うんでそれはあの宗教だろうが政治だろうが間違ってる間違ってるもんってあの間違ってる嘘ってちゃんとやっぱりうん言う人が増えてほしいというかまあそれを言うのが当たり前っていうふうになるあの世界に僕はなってほしいなってあの思うんでだから僕は今後ねあの自分の仕事をしていく上でもやっぱ幸福の核っていうのはもう間違った団体だって間違った考え方だしまああのまあ暴力団みたいなの 組織だ、あの狂ってるってことはもう今後もずっと言い続けていきます。この YouTube でね、こういうことを言うとまあどうせまた広告がつかないから、あの僕にとっては一円の利益にもならないんですけど、でも言い続けます。それでもあの僕のこの口が動く限りはね、あの YouTube で。 あのずっと発信をんでなんだろうなうんまあ、何が言いたいかっていうとうん,なんかもっとその、まあ、政治だけじゃなくて宗教についてももっとちゃんとこれはあの正しい間違ってるってしっかり顔を出して面と向かって言えるようなねそういう人が増えるようなあの社会になってほしいなって思いますしあの、まあ、政治家の方とかにはねあのそれをどんどんなんか各人が あの積極的に能動的に発信していけることを推奨できる、えー、社会をあの作っていただけるように法改正等をねあの取り組んでいただけたらいいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで。いやだね、なんかもうこういう真面目な話するのは柄じゃないんだけど、一応これはもう言わなきゃいけないと思うんで、これは言っておきます。まあ、これもね、あの広告多分つかないから、意見の利益もなりませんが、言わなきゃいけないと思うんで、言っておきました。はい、以上です。